ミクロ電子は世界が注目するマイクロ発熱装置のスペシャリストです。実験用マイクロ発熱装置の紹介をいたします。これはバッチタイプ加熱装置です。5kW マイクロ波発信機、加熱室、導波管、そしてサーモカメラを装備しています。目的の品物がどのようなマイクロ波加熱特性か調べるために使います。このサーモカメラは市販製品です。それを当社のオリジナル部品を使って装置にマウントしています。これによりマイクロ波加熱中の温度変化を捉えることが可能となりました。ドアを開けます。ターンテーブルを装備しています。液体を加熱しましょう。容器に流し込みます。セットします。ドアを閉め、ターンテーブルを回します。マイクロ波加熱します。それぞれ1000ワットで、水、濃度の異なる食塩水を加熱します。1分。2分。3分、4分、別の容器で加熱しましょう。セットします。ターンテーブルは休止させてドアを閉じます。同じく1000ワットで水、食塩水をマイクロ波で加熱していきます。1分、2分、3分、4分。ミキサー型マイクロ波加熱装置を紹介します。品物を攪拌しながらマイクロ波加熱ができます。大豆を投入してみます。ドラムユニットを加熱位置に移動します。マイクロ波エネルギーを導波管を通じてドラム内へ伝送します。蓋とドラムの間にはチョーク構造を設けてあります。この隙間からマイクロ波が漏れないようになっています。マイクロ波加熱が終了しました。加熱前と加熱後の熱画像です。熱画像解析ソフトを使って表面温度分布を調べます。特徴の一つは、加熱ムラが少ないことです。ドラムを傾けて、品物を取り出します。公共用マイクロ波装置を製作する前に、サンプルを使って、加熱実験を行います。冷凍チャーハンの加熱をしてみます。表面を整えます。加熱前の熱画像です。連続式マイクロ波加熱装置にセットします。マイクロ波加熱中です。
加熱が終わりました。加熱後の表面温度です。マイクロ波出力などの設定を変えて、実験を繰り返し、装置の仕様を決めていきます。連続式マイクロ波加熱装置で、品物を加熱するときのイメージです。実験用マイクロ波加熱装置は、他にもございます。12kW、ゴム連続加流装置。トンネルの中に入りましょう。12kW、バッチオープン。重量測定オープン。マイクロ波、真空乾燥装置。お問い合わせ電話番号です。簡易マイクロ波、分布、可視化センサー、ホタルもございます。www.mikrotens.co.jp ありがとうございました。